どうもこんにちは、ジュです。今回もマリオカートエンドダークスやっていきたいと思います。さあ今回がパート370ということで、今回もオンラインレースをやっていきましょう。さあまずは DS ワリオスタジアムからですね。スピードの今回も全96コースを目指して頑張っていきたいと思います。さあ現在96コース中の95コースまでは進められたということで、なんとか残りあとねじれマンションだけでございます。果たして今回こそ出すことはできるのでしょうか。頑張っていきたいと思います。さてまず突破な DS ワリオスタジアム、最後にやったのがパート356以来だそうです。まあちょっとここはもう3週間4週間ぐらい空いてるんじゃないですかね。4週間は空いてないと思いますが、そして言うて1週間だいたい4、5ぐらいは上がってると思うんですけども、まあだいたい2日に1本ぐらいのペースは上がってるかと思います。はい、これならいつでもマリオカートの環境が見えてよかったですね。まあ俺はね、だってコースピットパスが配信される前からワリオカートをやり始めていたから今日で、だってもうコースピットパスが配信されるなかったら、そもそもワリオカート8ジャンクの実況やってませんからね。いてやべ、あでも次ここからだったらまあいいか。さあこんな感じよ。いてなんでだよ、ここでキラーが出たんですけど、なんでだ。オーケ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 ー、ナイス、いいよ、オッケー。みんながちっちゃくなっている間になんとかここは切り抜けていきたい。オッケー、ナイスだよ、これやばい、まずいな、この状況やばい、危ない、あー危ない、マジ危なすぎるんですけど、待て、ハッキングフラワーに惑わされてるな、こっちは。いけ、やば、ちょっと待てよ、待て、なんで実質あんなにこの手がないかい。そう、ちょっと待て、まずいこと起きてるって。待て、せめてこいつが勝ちたいと思ったけど負けてるやないかい。10位、待って、途中で脳汁起きたんだけどね、マイナス17、俺が一番多く食らってんな、なぜだぜ。さあ次、ウィーモーモーカントリー。さあこれ最後にやったのがハード365以来だそうです。ということは多分1週間前に公開されていると思います。待て、落ち着け。一応この動画の収録日が6月14日なので、この日にパート365が上がってるんですよ。なのでもう本当にね、俺の計算が正しければ多分この動画が公開されるのは6月21日頃だと思いますので、はい、直接計算したので、まあ頑張っていきたいと思います。まあそんな話は置いといて、ね、最近のことになるとね、まあ直近になるとマジ収録日がねマジ気になるから、そうやってね経験を積んでいくことで、だんだんねパート400にも、ね、近づいてきてるんですよ。だって1ヶ月毎日取れば30パートも進みますからね。本当にいて、なんでだよ急に。まあ毎日は取れなくても、まあ月に大体20本ぐらいは取ってると思うんですよね。多分分からないんですけど、だって生放送だから349と66で分かれてるっていうのが、だからもう17パートも空いていて、それでも1ヶ月経ってないんですよ。すごくない？それでもマリオカートの編集はねめちゃくちゃ大変なんですけれども、 OK。 なんかそんな話してたらいつの間にか4位に上がっていました。プラス13、 OK。 とりあえずレートの方はある程度元に戻しましたね。さあ次、ウォーターパーク。さあここ最後にやったのがハード336以来だそうです。結構やってなかったんですね。ということで頑張っていきたいと思います。
さて、あそこから34パートも空いているということで、確実に1ヶ月は過ぎています。はい。しますよ。大丈夫かな、この状況。見て！もう、本当はここで使いたくなかったけど、もうしょうがないもん。わーい！待て、もうここはもう一番近いやつ、コーラね。緑コーラに近いよ。緑コーラ、待て、あいつは赤コーラ3つ持ってるんだけど、どういうこと？やばいな。いいよ。お、赤コーラ。ここで投げてみる。あ、食らった？あ、食らったね。止まったってことは。待て、おっと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 。見て、待って、パックフラワー。パックフラワーはもう、本当にマジで成功しねえからな。お、来ましたよ。またこう、あ、緑コーラ3つ。なかなかもう緑コーラ3つもね、これ守りにも使えるから、悪くはないと思う。いいよ。これでジャンプして、頑張れ。スタンド、誰か当たってくれ。お、当たった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 。危ね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 。待って、スターが来てますよ。スターが来てるので、ここはしっかりと動く。で、一回。はぁ？なんでだよ。俺はマジでわけわかんない。見て！なぜ俺を攻撃しに来た？ちょっと待って、もうここはもう確実に、は、寝なかったじゃん。ちょっと待って、この部屋住人部屋なんだって。まずいって、早くしないと B になっちゃう。うわ、待って、アイテム取れなかったんだけど、やばい。タイム、タイム、止まってくれ、止まってくれ、止まってくれ、なんでだよ。もうクソじゃん、-27。 いや、暗いすぎ、減りすぎなんですってば。なぜ今回ラストレース、 DS ワルイージピンボール。さあ、ここ最後にやったのがパート319以来だそうです。ちなみにワルキンやったのはその1回だけです。ということで頑張っていきたいと思います。さて、ニュースタートはかなり大きいですね。 OK。 でもこれだけね、本当にね、大変なことが起こりやすいです。ここはね、助けてください。はい、やばいやばい、おぶねおぶねおぶね。今思いっきりやられたかと思った。まずいって、待って、なぜそんなとこに置くの。まずい、この部屋9人部屋だからな。ここは本気を出さないといけない。まずいな、これ適当にこれ曲がってたりしたらな。これマジで狙われるから気をつけろ。はい、まあ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 、でもなぁ、頑張っていくしかねえんだよ、マジで。おーつけ。はい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 。やべえ、待って、あいつやってんな。どうしようか、これは。やべえって、これ、前に投げるか、後ろに投げるかもわからんぞ。あ、前に投げてんな。前に投げてんな。いけ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 。まずいって、何の状況だこれは。いけ、で、ボケ、いけ。まずいな、ちょっと離婚してしまうか。やばい、ちょっと待って、こんな時に生き残るかねーってば、それはわかんなくね。やべえ。あ、赤コーラがスルーしたし。黙って、こっちはスルーしてくれねえのかい。待って、あと一周あるから、ちょっと諦めないで頑張ろう。待って、せっかく2位スタートだったのに、8位までも戻されてしまったよ。やばいって、この状況。待って、キラーが来てんな。OK、俺もキラー来てた。ラッキー。待って。ちょっと待って、なんか、オートなのに、オートなのになんかそういう役割があってるかわかんない。OK、2連キラーまでいけー。待って。これはいいことだけど、待って、なんで変なとこで終わんねえ。だとしたら、ほとんど意味をなくしているような気もするのは俺だけか。いて、やべ、うわ、待って、もうこれが最後のキノコだったんだけど。やべ、すべて抜かせ、誰か抜かせ、誰か抜かしてくれ、抜かせてねえ。なぜ、マイナス11。
うわ、やってるわ。マジでやってる、これは。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは 12,547 ということで、22上がりましたね。ということで今回は地道に頑張ってレートを上げることができました。ということで今回は4レースをやった結果、あまり調子良くなかったかと思います。まあ、唯一言えば、モーモーカントリーでしょうか。ということで、今回もねじれマンション出ませんでしたね。次回こそ出るんでしょうか。そして1位は取れるんでしょうか。まあ、その時にはね、また頑張りたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。